松永仏骨3月15日から1956年5月5日は、浄土新州の僧で、新州仏鉱寺派在庫顧問、同派特林寺住職、衆議院議員。松永仏骨とする資料もある。1898年3月、滋賀県に生まれた。1917年、滋賀県市藩学校卒業。 新州仏工寺派特臨寺住職となり、その後同派最高顧問を務めた。一方で、実業界にも幅を利化し、日本理化学工業、日本高質ガラス工業、大阪国策ガラス、発酵製薬の社長を歴任した。1931年に大阪府議会議員になり、政界にも進出した。1946年4月10日、 戦後初の選挙となった第22回衆議院議員総選挙で自由党の推薦を受け、旧大阪府2区より出馬し、2位で初当選を果たす。その後、中選挙区政志向により大阪4区に配属された。1949年の第24回衆議院議員総選挙及び1953年の第26回衆議院議員総選挙でも当選し、 三期衆議院議員を務めた。衆議院議員としての活動は、衆院厚生委員長や自由党第二司会副会長を務め、結核予防法の制定やヒロポン中毒問題などで実績を挙げた。議員生活の一方で、1949年には大阪国際宗教同士会の設立にも携わった。しかし、百五十三年の第十六回衆議院議員。 総選挙直後の5月9日に公職選挙法違反で逮捕。同年6月19日には運動員8人と共に起訴された。起訴状によれば、松永が総選挙の際に買収費として3回にわたり、運動員に20万円をばらまいていたもの。翌1954年に一審で執行猶予のついた有罪判決を受ける。この頃から体調を崩し、 1956年5月5日に死去58歳だった。ありがとうございます。